韓国が買った F-35A 戦闘機で問題が次々と発生しているらしいよ。その中でもバードストライクの修理費は本体超えとも言われているね。日本ではそれほど問題は発生していないのに、どうして韓国では相次いで問題が発生しているのか気になるところだな。今回はそんな韓国の F-35A 戦闘機事情について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。韓国空軍では米国ロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の通常離着陸型である A タイプを40機保有しているんだけど、イラン・イスラム共和国放送が解説したニュースサイトパーズプデイが2022年10月8日に配信した記事によると、韓国の与党議員が韓国政府に対して、アメリカから購入した F-35 戦闘機において過去18ヶ月で234件の技術的欠陥が見つかったと批判したと報じたよ。さらに与党である国民の力のシン・ウォンシク議員がパーズプデイの取材に対し、韓国空軍の F-35 戦闘機は172回にも上る緊急着陸を余儀なくされたほか、技術的問題により飛行が不可能となる状態を62回も起こしている。韓国では5月に、F-35 戦闘機の操縦席に技術的欠陥が発見されたことを受け飛行が一旦全面禁止された。また、世界各国でも同型機の墜落事故や欠陥が相次いで報告されたため、韓国与党幹部が韓国政府はこの戦闘機の機能に失望している。2021年の1年間において韓国空軍の F-35 戦闘機は、月平均わずか12日間しか飛行しておらず、2022年上半期もわずか11日間だけだったと述べたぜ。パーズプデイが反米であるイランのメディアということを考えると、この記事の信憑性は疑わしいところではあるものの、韓国空軍の F-35 には様々な問題が発生しているのは間違いないね。2022年1月4日、韓国空軍の F-35A が訓練飛行を実施していたところ、そのうちの1機に操縦電子系統の異常が発生したほか、3機の降着するための車輪すべてが作動しなくなり、春春南道蘇山市にある韓国最大の空軍基地である蘇山戦闘飛行場にて胴体着陸を試みたんだ。その際、胴体着陸時の火災発生を防ぐために F-35 は搭載していた燃料をすべて投棄し、地上の滑走路には飛行場の消防車によって特殊な発泡性の消火剤が撒かれて極力摩擦を防ぐ措置が施され、そこに F-35A が胴体着陸を敢行して、どうにか無事に着陸を果たしたよ。そして、韓国空軍はパイロットには怪我などがなかったことを明らかにし、また胴体着陸後の F-35 機体については外観からは大きな損傷が見当たらないとして、同パイロットの技量の高さと発泡性消火剤による摩擦軽減措置を施した。基地消防隊の迅速かつ正確な措置のおかげであると自画自賛の発表を報じたぜ。その上で韓国空軍は当時の降着装置の故障に関して、F-35 の事故としては初ケースであるため製造元であるロッキード・マーティン社の協力を仰ぎつつ原因を調査する。それまでは国内における F-35 の飛行を停止するとしたため、先ほどの審議員が指摘したように同空軍における F-35 の飛行時間が少なくなったんだろうな。この事故の原因に関しては後日、バードストライクが原因であると明らかにされていて、体重 10kg の大きなワシが F-35 のエアインテーク付近に衝突し、その衝撃によってアビオニクスに異常が発生したことにより、3機の降着装置の作動異常だけでなく、通信装置や酸素発生装置などの機能が停止したと発表したよ。2023年5月29日、韓国のメディアはバードストライクにより破損した F-35 機体に関して損傷具合を精密検査した結果、この機体は胴体と主翼のみならず機体構造体やエンジンがひどく歪んでしまったことが判明し、修理にかかる費用はロッキード・マーティンから1100億ウォン約116億円かかると通知してきたと報じたんだ。この修理費用の金額は新規で1機を調達する費用とほとんど同額に近く、韓国側からはこの機体を修理には出さず、そのままモックアップなどの訓練用機材として残すか、あるいはパーツを韓国得意の共食い整備に当てるなどが検討されたみたい。韓国の共食い整備は、これまでも F-15 系など、
他の戦闘機や航空機においても広く実施されているが、実は F-35 の運用において、そうせざるを得ない理由が韓国にはあるぜ。F-35 の胴体下部のステルス塗装などの修理メンテナンスは米空軍の極秘事項であるため、アメリカが指定する国際整備拠点 MRO&U で行われなければならないとされ、その拠点は本国アメリカの他にはイタリアのカーメリとオーストラリアのウィリアムズタウン、そして日本の愛知県の3カ所しか設置されていないんだよな。もちろん韓国に一番近いのは日本の愛知県小牧にある三菱重工業に設けられた MRO&U だが、近年において反日政策を掲げるムンジェイン政権になってから、その露骨な反日姿勢によって韓国司法が三菱重工業に賠償金支払いを命じるなどして日韓関係が悪化していることもあり、韓国政府は自国空軍の F-35 を日本で整備修理することを拒否していたわけだ。それが故に胴体着陸で損傷した機体を日本で修理することができず、修理するのであれば整備拠点のあるオーストラリア、イタリア、アメリカのいずれかに運ばなければならず、そうなると膨大な費用だけでなく修理されて復帰するまでには相当の期間を要することになるだろうね。通常は他国の空軍であれば育成に費用と時間がかかるパイロットの生命を守るため、降着装置が出ないとなればベイルアウトを指示して脱出させるはずだけど、韓国空軍は自国パイロットの生命を失う可能性が高い危険な胴体着陸を指示してでも1000億ウォン以上する高価な機体を失うことを恐れたと推測され、その結果として機体の損傷度合いによって結局のところ新たに1機を発注できるほどの修理代を必要とすることになったってわけ。当時のイランメディアによる F-35 の欠陥を訴求する報道は、あくまでも韓国側が F-35 の事故機体の欠陥が原因であることにして、自国空軍に責任はないとのアピールを言って少しでも修理費用を軽減したいとの思惑があったのかもしれないね。実は2006年に F-15 系の墜落事故が発生した際にも、F-15 系の製造元であるボーイング社が、このタイミングで韓国が20機調達する計画をちょうど進めていたことから同額の費用で21機を納入したことがあったぜ。この時に関してはボーイングが事故の責任を自社にあると認めたのではないかとの噂が流れ、その真相は明らかにはされていないものの、韓国は F-35 について現有の40機の他に上乗せで20機の購入予定をしていることから、ロッキード・マーティン側の責任を主張して柳の下の2匹目の土壌を狙ったのかもしれないな。また韓国では2022年5月、積極的に反日政策を進めてきたムンジェイン政権から日本との協力体制構築を目指すユン・ソンニョル政権への交代があり、それまでとは打って変わって親日政策へと方針が変わったらしい。特に翌年の2023年5月に実施されたアメリカや自衛隊などとの多国間演習イースタンエンデバー23に参加した海上自衛隊護衛艦浜切が釜山港に停泊した際、これまでは旧日本軍が使用した旭日機と同じだと言って韓国国内で形容することを堅くなに反対してきた自衛艦旗を掲げたことに関しても国際的な慣例なので問題視しないとして、韓国メディアもそのことを日韓関係が改善する流れと報じるなど変化が起きていたぜ。そのようなこともあり、今後は損傷した F-35 の修理がオーストラリア、イタリア、アメリカまで運ばずとも、日本で実施する可能性があるとの見方が出始めているらしいよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国では2022年5月に現在のユン・ソンニョル政権が誕生。それまでのムンジェイン政権の言ってきた新中国及び北朝鮮との融和的な政策からは脱却。ことに安全保障面ではアメリカへの回帰が明確になっているね。これに合わせてアメリカを唯一の同盟国とする日本との関係も、ユン・ソンニョル政権が誕生した際には、これまでの度重なる反日的な動きが緩和される方向に向くのではと期待する声も日本では多かったな。でも実際のところはどうなんだろうね。今回は竹島の南方の日本の排他的経済水域内で韓国側が未同意の調査活動を強行した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
さて、確かに前文在寅政権に比すれば、現ユンソンによる政権は反日的な動きや政策を改めてきているとも言えるんだけど、それでもまだ排他的水域をめぐってのトラブルは現在進行形で発生しているよ。今も韓国側が不法に占拠し実効支配を継続している竹島韓国名独島の周辺の海域を管轄しているのは、日本の海上保安庁の第8管区海上保安本部であるが、同本部によれば竹島の南方の日本の排他的経済水域内で韓国側が未同意の調査活動を強行したことが報告されたんだ。今回の件は2024年6月6日の午後6時頃から6月8日の午前5時半過ぎまでの期間、竹島からおよそ 69km ほどの距離にある南方の日本の排他的経済水域内で発生。韓国の政府機関である国立海洋調査院に所属する船舶の船平安2船が実施したとされるね。この期間に当該の日本の排他的水域内において、この韓国の国立海洋調査院に所属する平安2船はワイヤー状の器具を海中に投下して何らかの調査を行ったとみられ、この行為を発見した海上保安庁の第8管区海上保安本部の巡視船が無線による警告を発したというぜ。日本側の見解としては当該海域は日本の排他的経済水域内であり、事前に韓国側から日本側に了解を得ていない調査活動は黙認できないため、海上保安庁の第8管区海上保安本部の巡視船は直ちにその行動を中止するように継続して平安2船への警告を行ったらしい。しかしこうした日本側巡視船から無線による中止の警告を結果的に韓国の平安2船は無視し、発見からおよそ1日半もの間、当該の海域におけるワイヤー状の器具による調査を継続した後、ようやく韓国側の海域へと戻ったわけだ。海上保安庁の第8管区海上保安本部からの同事省の発生報告を受けた日本政府は、外務省のナマズアジア大洋州局長が在日韓国大使館の次席公使へ、三木中韓公使が韓国外務省へと抗議を行っているが現時点で韓国側からの声明等は確認されていないみたい。個人的にはこうした事態の発生に対し、海上保安庁が現場で情報を収集しその内容を各関係の省庁に報告、内容を確認した上で政府が対応を決定、外務省を通じて相手国、今回のケースでは韓国に抗議するという、当たり前の対応がなされたとは感じるな。しかし今に至るまで韓国側から、内容はどうであれ何の説明もなされないという時点で、こうした問題を見るにつけ、本質的な意味で日韓両国の関係が少しずつでも前向きな方向に変わってきているとは到底思えないぜ。したがって韓国で2022年に現ユンソンによる政権が誕生した際には、日本の一部の大手マスメディアでも日韓関係の改善に期待するという論調が多数散見されたが、改めて楽観論は禁物だと思わざるを得ないな。そもそも今回も問題の中心となった韓国の政府機関である国立海洋調査院に所属する平安2船は、これまでも過去複数回にわたって同様な行為を繰り返し行っている船舶であり、いかに政権交代が起ころうとも韓国側の対応が劇的に変化するとは考えにくいよね。確か前回はこの国立海洋調査院に所属する平安2船は、2022年8月に竹島の北東方面オスの海上のおよそ 100km ほどの位置にある日本の排他的経済水域内で、今回と同様に日本側に事前の承諾を得ることなく、ワイヤー状の器具を海中に投下して何らかの調査を実施しているよ。さらにこの3ヶ月前の2022年5月にも平安2船は、ほとんど同じような日本側に事前の承認を得ていない調査とおぼしき活動を行っており、いわば講じた事案の常習戦で、もちろん発生の度に日本政府は抗議を行っているんだ。しかしいずれもこれも今回と同様に韓国側からは何らの説明もなされなかったと個人的には記憶しており、その点から推察するに韓国側としては竹島を実効支配していることもあり、その周辺海域は日本の排他的水域とはみなしていないと考えるべきなのだろうな。日本政府のスタンスとしては、韓国に不法占拠されているとしている竹島にしても、ロシアに不法占拠されているとしている北方四島にしても、本来は日本固有の領土であるとの姿勢を崩してはいないが、
何ら有効な交渉にはつなげられていないぜ。こうした現実を鑑みれば、今は日本が実効支配を行っており、先住の警備体制を海上保安庁も敷いて警戒を続けている沖縄県の尖閣諸島についても、今後仮に中国側の上陸を一度でも許せば、竹島や北方四島と同じ状態になる可能性は非常に高いわけだ。だからこそ尖閣諸島に関しては、かつては台湾の活動家らが上陸を敢行した事件もあったが、今後中国に同様の行為を許してしまえば、未来永劫そこを事実上の中国領とされてしまうことは明白で、絶対に阻止すべく対処する必要があると思えるよね。そうした尖閣諸島をめぐる日本と中国との間の情勢が、年々厳しさを増す中でも、沖縄本島の大手マスメディアはかつての太平洋戦争での凄惨な地上戦の過去から、反米親中を標榜する態度を未だ改めてはいないよ。その中でそうした勢力を代表する玉城氏が沖縄県知事の座を守っており、個人的は非常に憂慮すべき政治状況だと感じていたが、この2024年6月の沖縄県議会議員選挙では玉城沖縄県知事の勢力はついに過半数を獲得することができなかったんだ。実に定数48名の沖縄県議会で改選前の玉城沖縄県知事らの支持勢力は半数の24議席を占めていたが、改選後には実に16年ぶりに反玉城沖縄県知事を掲げる自民公明の国政与党と日本維新の会の合計で28議席と過半数を大きく上回ったね。これによって玉城沖縄県知事らの支持勢力は20議席を獲得したのみにとまり、沖縄本島で根強かった反米親中路線の政治状況にもようやく中国の台頭を危惧しての、県政に変化を求める世論の高まりを感じさせたぜ。さて沖縄から韓国の方へと話を戻せば、2018年の12月20日、能登半島の沖内の日本の排他的経済水域内の日本海上において、韓国海軍のミサイル駆逐艦のクアンデトデワンが海上自衛隊の P-1 哨戒機に火器管制レーダーを照射した首都圏があったよ。しかし韓国側は主張を二転三転させた挙句、結局この件をうやむやにしていた感が拭えなかったが、最近になって非公式ながら韓国の一部の軍人らが、前文大統領から当該の事象の隠蔽工作を行うように指示を受けたと認めたと報じられたぜ。非公式ながら韓国の軍人の一部からこうした声が上がったことは、当該の事象の発生後になぜそのような行為をクアンデトデワンが、P-1 哨戒機に行ったのかという問いへの日本側の推察が概ね正しかったことの証明だと考えられるわけだ。日本側では当時クアンデトデワンは北朝鮮に便宜を図るべく、同国からの脱北者が乗った船舶を捉えて送還しようとしていたのではないかととの見方があったけど、この推察が正しかったことを示していると思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。今回は少し違った角度から韓国 F-35 A 戦闘機状況を見ていくよ。最後にこれを見た日本の反応についても紹介していくね。特に整備や修理の課題が浮き彫りになっているな。韓国の戦闘機運用に対する疑問や批判が多いようだぜ。やっぱり日本での整備自体は望んでいないし、LINE 問題から反日感情を煽っている次期有力政権が今後また日韓関係破綻へもたらすとも言えるよね。レーダー照射問題についても触れていくぜ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。時は2020年6月22日まで遡り、韓国のチョンジュ空軍基地において、F-35A ステルス戦闘機が離陸準備の作業をしていた時のことなんだけど、実はその日の午後から、とある訓練が予定されていて、合計7機の F-35A ステルス戦闘機が参加したんだ。韓国空軍は敵のレーダーに捕捉されることがない、自分の作戦を速やかに実行できる戦闘機 F-35A を40機ほど2021年までに実戦配備する予定としていたよ。ただし、ここで少し問題というか、課題があることに気づいたわけだが、平時の戦闘機は、分解整備や不具合の修理、時にはアップグレードを行わなければならず、これらは国の防空を担う重要な精密機械である以上、当然のことなんだよな。
この F-35A ステルス戦闘機はアメリカの航空会社ロッキード・マーチン社が製造した航空機であり、相当高額で購入させられたと思われるが、戦闘機自体の設計図などは完全非公開となっているぜ。もちろん、製造したアメリカ側としても、優れた戦闘機の機密に触れる部分は、公開したくないのは当然のことであるため、絶対に設計図も渡さないと思うぞ。そうなると、アップデートするにしても、修理をするにしても、購入した韓国の能力や技術だけではお手上げ状態になると考えられるよね。さらにはっきり言えば、韓国では機体の内側には決して触れることもできないのが現状であるため、製造元のアメリカ、もしくは技術力に定評のある日本やオーストラリアなどで整備しなければならない羽目に陥っているってわけ。しかし、韓国が日本に修理を依頼することは絶対にありえないだろうけど、万が一にでも、そういうことがあったとしたら、今までの様々な経緯を振り返っても、日本としては韓国の申し出を丁重にお断りするのが妥当だよな。その上で整備するなら他の国を探してくださいとアドバイスをするのがベストだろうし、さらにそこで今まで散々嫌がらせみたいなことをしてきたのに、困った時だけ泣きつくなんて、勝手すぎるでしょう。日本では受け付けることができません。どこか他の国で修理したらいかがでしょうか？と言って、あからさまに拒絶すると世界の目が気になるため、あくまでも柔らかくお断りした方が身のためだと思うぜ。それじゃあ、ここから日本の反応を見ていくよ。韓国が新しい法案を作るらしいが、それは戦闘機のメンテを日本では絶対しないという法案だそうだ。日本はアジアの整備拠点 FACO なのに、どうしても日本には来たくないらしい。戦闘機のメンテナンスをするのが戦犯、戦犯と騒いでいる三菱重工だと知ったら、スピードアップして法案成立だよね。日本が嫌なら、自走で太平洋を越えて、アメリカかオーストラリアに行くか、もっと遠いヨーロッパのイタリアまで行って整備すればいいよ。その途中でレッドチームにでも寄ってステルスの内部を見せて情報を買ってもらい、購入資金に還元するかもしれないけどね。このような、かなり辛辣な感想が投稿されていたね。ちなみにレッドチームというのは中国だけでなく、ロシアなども含めた共産圏を指して使っているんだろうな。もともとの意味は業務等を改善するために作られた、違う視点を持った者たちのグループということだったが、レッド赤、すなわち共産党という連想でレッドチームと呼ばれるようになったらしいぜ。さて、当然ながらアメリカ製のステルス戦闘機を購入するという韓国の行為に対して、事実上まだ停戦中の北朝鮮が黙っているわけがないよね。おそらく金正恩総書記であれば同族でない韓国が北朝鮮との融和を前面に出してきても、裏では我々が信用できないと思って、軍備増強に走ろうとしていると認識するんじゃないかな。再び2010年のヨンピョン島における北朝鮮軍の砲撃で4人が死亡した。悲惨な出来事や38度線に緊張が走るようなことが起こりそうだね。それと、もう一つ懸念されることがあって、韓国が他の国にステルス戦闘機の情報を、売ってしてしまう可能性が高いのではないかと推測されていることだ。もちろん、このあたりはアメリカとしても十分理解していて、それなりの対応策を準備していることは間違いないだろうな。表向きでは同民族と言わない韓国と北朝鮮は裏で他国に対して歩調を合わせることも多いから、アメリカも韓国と同民族と思っている北朝鮮を無視するわけがないぜ。日本政府の考えとしては極東アジアの国々のパワーバランスを保つためにも、日米韓 vs 中ロ北の図は維持したいはずなんだ。今までも幾度となく動きがあった朝鮮統一だけど、万が一にでも北と南が一つの国家になったとしたら、統一朝鮮の戦略として、日本やアメリカ、中国とロシアの対立軸に、自分の都合の良い時だけ、どちらにもすり寄る国家になるだろうね。そして、裏で取引を餌にした外交が展開されることも十分に予想されるな。国の政治戦略としては当たり前のように行われるパターンでもあるコウモリ外交が横行し、かつ統一朝鮮が激烈と言えるぐらいの反日国家になることも容易に予測されるぜ。そのやり方は常に上から目線で、かつての旧日本軍が駐留していた頃も蒸し返し、自分たちの拉致問題を、
棚に上げつつ理屈の通らない外交を仕掛けてくる可能性もあると思うぞ。もともと国内の不満を外国への憎悪にすり替えるという考え方も、政治手法としては古代中国の時代から、現在の習近平政権によっても植え付けられているね。統一朝鮮内でも自国民の不満を日本に責任があると理由付けして、あからさまに反日運動を、後押しするかのような振る舞いも、今までの前例を見れば朝鮮で当たり前のように行われる現象なんだ。そういう事実や想像から導き出される結論として今なお続く朝鮮半島が分裂した状態で、かつ互いが戦争状態であることが日本やアメリカにとっての国益になるというだよね。それじゃあ、ここで再び F-35A ステルス戦闘機に関する掲示板の書き込みを見ていくよ。どう考えても韓国が作るステルス戦闘機 F-35 は、グレードが最低ランクだ。なんと、5段階中、一番下のレベル1である。どうして最低なのかの答えは簡単で、価格が安いからだ。つまり、防衛予算が少ないから、多大な費用をかけられないということである。もしかしたら内部備品を節約しているのかもしれないな。アメリカから買った韓国仕様の F-35 戦闘機は、レーダーやセンサーのレベルも低く設定してある。あの戦闘機の重要なソフトウェアのアビオニクスの性能も驚くほど低い。こちらも最低のレベル1であるのは、経費節約のせいだから仕方ないか。このアビオニクスというのは、航空機には必要不可欠な機器であり、飛行のために使用される電子機器のことを指しているぜ。その中には精密な通信機器、航行システム、自動操縦装置などが含まれているってわけだ。単に羅列されただけで、これらの性能が低ければ低いほど、戦闘機自体の能力にも影響が出てくるだろうということが容易に想像と思うぜ。要するに近代戦闘機のアビオニクスの性能が低いということは、その戦闘機は全くもって使い物にならないという結論になるぜ。はっきり言ってしまうと、韓国が持っている F-35 ステルス戦闘機は見かけだけのハリボテ飛行機と言ってもいいかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。